インスタライブ、名前の由来、高野寺の誇り、お兄ちゃんの真似をしてると思われるのが嫌だ。いろんなね、YouTube チャンネルで、暴露というかね、本当にダサいなっていう風に。ラバディエナ。今日の動画では、元力士の貴源治が、貴健信という風に名前を変えて、格闘団体の方に参加するよ、みたいなことが発表されていたので、まあ、その件についてね、まあ、僕が思っていることを、ちょっとあった事実をね、まとめながらお伝えしたいなと思っています。僕、この貴源治のことを、まあまあ応援してたんですよね。まあ、だから応援したからどうこうってことじゃないと思うんだけど、まあ、その後の出来事が、まあ、正直ね、僕的にはね、めちゃくちゃダサいなって思ってて、まあ、少し残念だなって思う気持ちが入っちゃってるんで、まあ、これはもう僕の主観なんですけどね、まあ、とにかく本当にダサいなっていうことを思ったので、まあ、その辺を少しまとめて話したいなと思います。どすこい、どすこい。で、これがね、そのリングの上で、まあ、僕、雷神の方に来年から参戦しますよ、みたいなことを発表している姿です。その発表の中で自分はヘビー級の中心になりたいってことを言ったりとか、まあ、はっきりは言えないんだけど、今年のどっかでデビュー戦を行いたいな、まあ、今年ってのは2022年ね、2022年のどっかでデビュー戦を行いたいって言ったんだけど、その後のインスタライブ、まあ、自分のインスタグラムのアカウントの方からライブを行って、名前の由来とか、まあ、その自分がどういう風に今思ってるかってことをもう少しね、詳しく発表したんですね。で、その中で言ってたことがこちらになるんですけど、貴乃花親方の貴の字を継いだ弟子として誇りがあるから、自分の本名がサトシというから、神というのは、参拝している神社があって神様に見守っていただけるように使わせてもらったということで、自分の今回つけた貴健信という名前についてね、まあ、それぞれの由来を、まあ、説明しているんですよね。で、その名前の由来の他には、お兄さんが貴義俊、貴の富士ですねが、同じく MMA のその雷神の方に参戦してるんですけども、その参戦してる名前がスダリオ剛っていうね、まあそれは兄貴に使うなっていう風に言われていたと。で、それからプラスアルファ、自分はそのお兄ちゃんの真似をしてると思われるのが嫌だったからっていうことも、まあ付け加えて発表してるんですよね。でね、まあここまで聞いた中で、まあ僕がね、もういくつか本当に思うことあるんですけど、まあダサポイントという名前で、まあ僕の感じたものをいくつか挙げたいと思います。そうちゃん！で、まず一つダサポイントその1ですね。貴乃花の貴の字の誇りっていう風に言うんですけど、やっぱ誇りがある名前を、まあ、つけるのは自由ですけど、やっぱりそれによっていろんなこう印象がそこに付きまとうわけじゃないですか。貴乃花自身に迷惑がかかるとかそういうことじゃなくて、そもそもその僕は誇りがあるっていうよりどっちかっていうと貴の字にすがってるっていう風に感じるんですよね。やっぱ自分の知名度もやっぱり結局貴乃花親方の弟子だったっていうところだったりとか、実力ももちろんあったとは思うんですけど、結局は有名になった背景に貴乃花親方の影響力っていうのが絶対あると思うんだよね。なんていうの、誇りってなんかすごい嘘っぽいなって思ったんでね、本人はその誇り本当に持ってるのかもしれないけど、結局貴の字にすがってるだけだし、まあ便乗商法というかね、まあ貴の字の方が自分のインパクトが出るっていう風に普通に僕は感じましたね。本人がどう思ってるかは分かんないですけどね。それからダサポイントその2というところで、まあ、お兄ちゃんの真似をするのが嫌だみたいなことを言ってるんですけど、実際お兄ちゃんの真似してるわけじゃないですか。で、本人は真似してるって思ってなくても、まあ世間的にはだって双子でお兄ちゃんのが先に雷神の方に参戦してて、もう弟がね、双子といえども弟が参戦したら真似してるって見られるのは当然なわけだし、別になんかそんなことを意識してる方がなんかダサいなって僕は思いました。真似してますよっていう風に言えばいいと思うし、真似してると思われたくないって言ってるのは結局真似してるからだと僕は思います。だからなんか真似してるのに真似してないっていうのってなんか子供っぽくてダサいなっていう風に僕は感じちゃいましたけどね。皆さんはどう感じていらっしゃるんでしょうか。スモちゃん。はい、続いてダサポイントその3なんですけど、この雷神の方に発表をする前にいろんなね、 YouTube チャンネルで、まあ、暴露というかね、その現役時代のことをお話しされてるシーンがいくつかあるんですよね。で、こちらはみんな大好き貴闘力チャンネルなんですけども、貴闘力チャンネルでは自分のその現役時代に貴乃花部屋で使っていたちゃんこ銭、そのご飯のお金がめちゃくちゃ安かったよみたいな話をしたりとか、あとはみんな大好きマーシーチャンネルの引き継いだ K さんというね、何ですか、ホーミー K さんっていう、ね、よくわかんないですけど、まあちょっともともとヤクザの人で、今はなんか改心されたというか、よくわかんないですけど、まあそういった裏話を話すようなチャンネルに出て、実はね、貴乃花親方は愛情深い人でしたよとか言いながらも、まあ白鵬と貴乃花の確執についてね、暴露したりとか、そんなことをしている姿が、動画でね、拝見できます。まあこれは
好みがあるからみんなそれぞれ捉え方は違うと思うんですけど、僕の感じとしては話すんだったら僕ね、自分のチャンネルとかで話した方がいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。あのなんか人のチャンネルに行ってなんか会ったことを話すだけですってすごいなんか利用されてるなって僕は感じました。まあ高通力チャンネルの人がね、そのどういうふうに考えてるかわかんないですけど、僕高通力チャンネルのスタッフの人嫌いだし、あんまりその相撲のことを大切にするっていうよりも自分らの未然のために利用してるっていうふうに僕は捉えてるから、まあなんかそこに行ってこういう話をすることってどういう風に世間に利用されてるかっていうのが分かってないんじゃないのかなっていう風に思うから、まあそこがね、ほんとダサポイントだなっていう風に思います。スモちゃんで、ダサポイントその4、これはその3にも関係してるんですけど、まあこの YouTube チャンネルに出たことをインスタライブの中でなんかなんで出たんだみたいなことをね、ファンの人から言われたんでしょうね、スモファンの人から。でそれに対して説明した内容で、まあ自分は悪口でもなければただの思い出ですと。でお金のために出たわけじゃなくて、会ったことを話しただけで、そのギャラももらってませんみたいなことを話したそうです。でこれもまたダサいなって思ったんだけど、あのね、どういう風に言えばいいのかな。結局その別にお金のために出たとかそのことはどうでもよくって、会ったことを話しただけって言うけど、会ったことを話したらどういう風になるかってことぐらいは貴健心もそれなりの年齢いってるので、まあ普通だったらわかるかなって思うんだけど、会ったことを話しただけっていうとこはわかるんです。そのお金のためだけでもないってこともわかるんですよ。でもこれって全く自分は悪いことしてないっていう風に思ってるから、こういう言い方ができるんだと思うんだけど、それが自分にとっては思い出かもしれないけど、その周りの人にとっては迷惑になったりとか悪口になる可能性があるってことが分かってないんだなと思って、まあ、本当にダサいなっていう風に思いました。でこれを踏まえた上で、その高野寺に誇りがありますとかっていう言葉を聞くと、もうより一層なんか面白くなってきちゃって、これお相撲さん全体っていう言い方するとちょっと失礼かもしれないけど、この高源氏自体がどうなんだろうなっていう風に思っちゃいましたね。まあ多分やっぱりこう世間的なコミュニティとかコミュニケーション能力が低くって、そのあんまりね、やっぱりそういうことが理解できてないんだろうなと、まあやっぱちょっと頭が申し訳ないけど悪いんだなっていう風に思いました。スモちゃん、まあいろいろ言ったんですけど、まとめとしてお話しさせてもらうと、まあ、僕は大相撲のこと好きだし、大相撲から引退した人のそのセカンドキャリアっていうほどじゃないけど、引退後の生活も充実しててほしいなっていうふうには思うから、まあ普通に出場すればその応援しますよ、貴健心の方応援しますけど、まあ本当に残念というか、まあちょっと痛い人だなっていうふうに今回思いました。だからああいうふうにみんなのいるところでね、そのマリファナとか吸って普通にこう通報されるようなね、人になっちゃったんだなってことがすごい納得がいきました。で僕は別にその彼がやったこと自体について直接なんか悪い影響を受けたわけでもないし、別どうでもいいんですよね、どうだっていいんだけど、ただやっぱり本当に迷惑な人だなって思います。一言で言えばダサいし迷惑だし、黙ってやれよって思いました。そんなごちゃごちゃ他のチャンネルに行って昔のあったことをぐちぐち話して、いや本当はこうだったんですかって言い訳すればするほどクソダサいし、まあ僕そういう意味ではお兄ちゃんのスダリオ剛の方がまだ僕いいと思います。まあ、あのいろんな YouTube チャンネルに出てるのは僕は見たことありますけど、変なね昔のあったことに妬み恨みみたいなことを言うところも見なかったし、まあ純粋にね、その格闘技で強くなりたいみたいなことを言って、まあどうせ無理でしょみたいなことを言われたりとかしてね、辛い思いをしたことはあると思うんですけど、一生懸命頑張ってるなっていう風に思って見てます。まあそれに比べてこの貴健心はぐじ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 なんかこう、僕の名前の由来はなんか誇りを持ってるからですとか言ったりとかして、残念だなっていう風に思いますね。ダサいなって本当に思います。まあもう少しね、簡単に言えば僕は貴源氏の名前で出ればよかったと思います。で貴源氏の名前で出ないんだったら貴の字も使わないし、全然別の名前で出ればよかったと思うんですよね。あのスダリオサトシで出ればよかったんじゃないですか。使うなら使えばいいし、使わないなら使わないでいいし、なんか真似されたと思ったとしてもそのまま使えばいいと僕は思うんですよね。だから結構人の目は気にしてないよって言いながらもめちゃくちゃ気にしてるんだろうし、やっぱお兄ちゃんの方がかっこいいなと現状では思ってます。以上、今日は、元大相撲力士の貴源氏改め貴健心さんの、格闘家デビューについて動画にしてみました。ビソギャロ。